運動療法ヨーガ第一章ヨーガとはヨーガというと奇抜な格好をする見せ物という印象がありますが実はヨーガはインドで生まれた精神集中による瞑想の方法で本当は高次元の宗教であるともいえますヨーガとは牛や馬に荷物車を引かせるときに使う横着首木のことで闘魚や結合を意味します 首輝きは、車の行く方向を制御します。転じて、心の統制や制御を意味し、難解な哲学と複雑な方法論を持っています。洋画も仏教も、人生における究極の悟りを求めることがその目的です。仏教も洋画の影響を受けており、その修行方法は洋ガの修行法を一部取り入れています。 禅宗の座禅や密教の瞑想法はその源流を溶ガに求めることができます。その中心となるのはメディテーション瞑想法によるイメージトレーニングです。深淵な仏教をこのような簡単な言葉で表現するとは何事かとお叱りを受けそうですが実は壮大な寺院やその中の仏像や仏画でさえ単なるイメージトレーニングの道具であると言えます。 仏像でも仏画でも、それ自身に不思議な力が宿っているのではなく、それを見る人の心のイメージに訴えて、何らかの影響を与えるのが、その役目です。人間は、この辺りの事情を誤解しやすく、仏像や仏画に神秘的霊力が宿ると考える人が多いようでが、これは大きな間違いです。イスラム教やユダヤ教で偶像崇拝を禁じているのは、 このような誤解を避けるのが主な理由です。また、日本神道でも、神社には心臓などは置かれていないのが普通です。仏教などで行われている瞑想法で悟りを得るためには、かなり高度な知的修行が必要です。何万何千という文献を記憶する高度の記憶力と、高等数学の難問を簡単に解き明かす高度の判断力を兼ね備えた。 超人的な頭脳が要求されます。このような高度な知的修行を普通の人間が行うことは実は非常に危険な行為です。これを自動車に例えれば高性能エンジンをボロの車体に装備したような状態であると言えます。いい気になって高速で走っているとそのうち車体が壊れてしまうかもしれません。ある人が 有名な禅寺を訪れた時裏の墓地で若い修行僧の墓標が大量にあるのを発見し仏道修行の厳しさを痛感したといいます朝から晩まで座禅を組んで座っていたり線香の煙で汚染された道地でわけのわからない教文を唱えていたのでは健康にいいはずがありませんまた闇雲に高度な瞑想法などを行うと時に 精神に異常をきたすすことがありますオウム真理教の信者たちも、ヨーガで空中に浮遊するなどという怪しげな宣伝文句に踊らされて瞑想しているうちに、教祖朝原の精神異常に感染させられたものと思われます。ヨーガを開発した人たちは、闇雲な瞑想修行の危険をよく承知しており、まず健康な体を作る修行法を一番初めに持ってきました。 何をするにも、まず健康が大切で、病気の人はまず病気を治して健康になるべきであると昔のインド人は考えたのです。この方法論がヨーガの対応法,ですヨーガの対応法はさまざまな姿勢をとって体を引き伸ばして柔軟にし歪んだ姿勢を矯正しさらに血液循環を改善して健康を回復させるのに有効です。 精神療法と称して意気込んで瞑想し心をリラックスさせようと力んでみても体が健康な状態になければ心はリラックスしません現代人の仕事は不自然な姿勢で机に縛られている場合が多いため姿勢が悪い人が多くこれが肩こり腰痛頭痛などの原因となっています骨格はある場所がいがむとバランスをとるために 他の場所に歪みが波及し、結局は全身の歪みに発展します例えば年をとると背中が曲がって前かがみになるのは背骨が曲がることが初めに起こるように思われますが実はそうでなくて背骨を支えている骨盤の歪みが先に起こるのです骨盤の歪みのバランスをとるために二次的に背骨が曲がってくるのです 骨盤のゆがみの原因は運動不足や老化による足腰の筋肉の衰えなのです背骨と骨盤のゆがみはここから発する神経を圧迫して悪影響を及ぼしそのゆがみが内臓への治療障害を起こし慢性疾患の原因になります脊椎すなわち背骨のゆがみは健康の大敵で昔から東洋では 慢病は背骨からくると言われてきました。溶ガの対位法は骨格の歪みを強制し健康を回復する効果があり慢性疾患の治療と予防には抜群の効果を発揮しますそしてがんに対しても気候に匹敵する有効性が認められています対位法はあくまで溶ガの初段階の方法論であり溶岩の目的はあくまでもっと 高次元の精神世界の究極の真理を求めることであるという原点を忘れないようにしたいものです。また、ヨーガは、がん治療に有効である精神療法の入り口でもあるのです。ヨーガの対位法にも、気候法と同じく多くの体位がありますが、ここでは簡単で有効な基本的対位法を説明します。